はい、こんにちは。バーテンダーの前原です。はい、今日はですね、ベイブレードバーストの動画なんですけれども、今回は日本版のゴッドシリーズ対海外版のエボリューションシリーズ、これで対決していきたいなと思います。はい、改造は全く同じやつでやろうか。そうだね、どっちが強いか決める感じだね。うん、で、前回開けてなかったこちらをね、開封して対決していきたいなと思います。これはね、キラーデスサイザーの海外版、ドゥームサイザーっていうんだね。ドゥームサイザー D3 ね、2ボルテックスハンター、全く一緒みたいな。はい、うん、じゃあこれ開けていきましょう。はい、こちらがドゥームサイザー D3 2ボルテックスハンターですね。セットしていきましょうか。よいしょ。相変わらずワンロックだね。そうだね。はい、ということでこちらがドゥームサイザー D3 ですね。うん、日本版のキラーデスサイザーと比較してみますとこんな感じ。やっぱり日本の方がキラキラしてるね、うん、クリアですね、うん、こちらの方は透明パーツのところやっぱくすんでるかな。そうだね。で、このゴッドアビリティのこの部分、うん、キラーデスサイザーはスムーズに動くんだけど、ドゥームサイザーの方はやや固めですね。そうだね。じゃあちょっと一回シュートしてみるね。うん、ゴーシュート。おお。やっぱハンターがね。一番下がハンターからやっぱ暴れるね。なるほどね。オッケーオッケー。で、今回はこの改造の同じ3つの米、日本のベイブレードバースト対海外版ベイブレードバーストで戦っていきたいなと思います。はい、まずは日本の超絶ベースアジアムでやりましょう。うん、じゃあ僕はレジェンドスプリガンセブンマージでいきます。はい、じゃあ私はレジェンドスプリゼン S3 のセブンマージでいきます。うん、3、2、1、5、9。さあ日本対海外、おーっしゃー、なんと3、2、1、5、9。まさかの同じドライバーなのに動きが違うという、すごいキンキンになって、勝ったぞ。3、2、1、5。 OK、 いけ、どうだ。おー、よっしゃー。じゃあ僕はキラーデスサイザー2ボルテックスハンターでいきます。じゃあ私はドゥームサイザー D32ボルテックスハンターでいきます。はい、3、2、1、5。うわ、動きがトリッキー。おーりゃー、おっと、ちょっとエイシン君の回転が弱いぞ。おっと、いやいや、どうやら、ま、いけるんちゃうか、ま、かいけるんちゃうか。そんなこと、よし、負けた。3、2、1、5。よし、よし、はい、あ、ちょっと今回も厳しいかな。ちょっと厳しいかな。よし、あ、いけるか、いける、いける。あー、3、2、1、5。おっと、すごい刺激だったけど大丈夫だったよ、バーストしなかったよ。さあ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 、おっと、どうだ、危ない危ない、どうだ、どっちが勝つか。おー、僕はゴッドバルティ4グレイブフリューゲルでいきます。はい、じゃあ私はジェネシスバルトレイク V3 4グレイブフリューゲルでいきます。はい、3、2、1、5。おお、なんと真ん中に集まって、両方2人がドライバーだから、おーっと、予想外の戦い、すげえ勝ち勝ち、うるさい、おー、真ん中、あー、よし、3、2、1、5。よし、よし、いやー、カチカチ対決。さあ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 、お、ちょっと変わったね。ちょっと変わったけど、どうやらバルトレイク、あー、負けた。3、2、1、5。絶対勝つ、ロッカー以外に負けてたから絶対勝つ。もう2勝だからね。でもここは決まっちゃったからな、バルトリックは負けましたけれども、3連敗するのか、3連敗。はい、続いてはこちらのですね、バケスタでいきましょう。これになるとどうだろう、さらにベイベーが強いのか気になるところですね。はい、じゃあ僕はレジェンドスプリガンセブンマージの左回転でいきます。はい、じゃあ私はレジェンドスプリゼン S3 セブンマージ左回転でいきます。 3、2、1、5。ドローだー。3、2、1、5。両者バストだ。3、2、1、5。やっぱり両者バストか。
じゃあ僕はキラーデスサイザー2ボルテックスハンターでいきます。はい、じゃあ私はドゥームサイザー D32 ボルテックスハンターでいきます。3、2、1、ゴーシュー。おーらー、おっと、なんと3、2、1、ゴーシュー。おーらー、さあ、いけ、あー、おー、戻ってきたけど、ダメかな、ダメかな、ダメかー、よーし、あー、負けたー。3、2、1、ゴーシュー。はい、と僕はゴッドバルキリーフォーグレイブフリューゲルでいきます。じゃあ私はジェネシスバルトレイク V3 フォーグレイブフリューゲルでいきます。はい、 C2-1 ゴーシュー。おりゃー、戻ってきたね。 C2-1 ゴーシュー。おっと、さあどうだ、日本のスタジアム。おっと、C2-1 ゴーシュー。いけー、おおおおおー、なんとバルトレイク勝った。はい、ということで海外版ベイブレードバーストのエボリューションシリーズ対日本版ベイブレードバーストのゴッドシリーズで対決してみたんですけれども、なんと日本版のこの超絶スタジアムでは海外版のベイブレードバーストが勝って、海外版のバケスタでは日本のベイブレードが勝つというですね、なんか不思議な感じで同点になっちゃってね。そう、なんかそれぞれがそれぞれのスタジアムで強いんじゃないんだなんか別のスタジアムで強い感じになっちゃってね。なんかね、面白かった、はい、楽しかったです。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録はこのバケスタあたりをよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。